はい、こんにちは。税理士川南の YouTube チャンネルへようこそ。税理士川南の会議室というオンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。では本日のテーマです。こちらです。質問が多いこちら、法人対個人どっちがお得について動画で説明していきたいと思います。これは本当に皆さん気になっている質問の多い項目だと思います。では本日の目次の流れです。まず法人税について、所得税について、それぞれのメリットとデメリットを説明します。法人化のタイミングについて、最後に個人的見解です。自営業が好きっていうことです。まあもちろんね、自営業専門もね、税理士って歌ってますので、まあその理由もね、自営業が好きな理由も説明したいと思います。本日の動画はこのような流れでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画は法人対個人どっちがお得について説明していきます。目次はこちらになります。まず最初にね、法人税からついてざっくりと説明していきます。法人税の仕組みということですね。まあね、普通法人についてなんですけど、中小法人っていうのは、資本金が1億円以下の法人のことを言います。年800万以下の部分。まあこれ利益になるので、売上から経費を除いた利益が800万以下の部分は 15% の法人税。その800万円を超える部分っていうのが 23.2% の法人税がかかると思ってください。資本金1億円以外のこの中小、ね、法人以外の法人っていうのは、全額所得部分、利益部分、儲け部分の 23.2% が法人税としてかかってくると考えてください。まあ本当ざっくりとした説明ですもんね、あれですけど。ですので、多い場合でマックス大体、法人税と、法人がある場所に対しての住民税とかもかかってきますので、そちら合わせて大体マックス 35% ぐらいかかってくると、法人税が思ってください。で、低い場合ですけど、例えば800万以下の部分しかないという場合ですと、法人税と法人がある所在地の住民税、まあ、合わせても 22-25% ぐらい法人税がかかってくるんだなというふうにイメージしておいていただけると分かりやすいかと思います。で、法人税の仕組みはこのようになっております。次に所得税の仕組みについて説明していきたいと思います。所得税の方はこのようになっております。売上から経費を引いた利益儲けに対して税率がかかってくると思ってください。で、所得税は皆さんよくご存知だと思うんですけど、稼げば稼ぐほど階段式に税率が上がっていくという仕組みを日本は取っております。これを難しい言葉で累進課税って言うんですけども、そのように仕組みに所得税はなっております。ですので見ていって分かる通り、税率が所得が上がれば上がるほど上がっていくので、5%、10%、20%、23% ということで、だんだん稼げば稼ぐほど税率が上がっていきます。所得税についてなんですけど、マックスで今紹介したように、所得税は 45% がマックス。なので、45% と、住民税が大体どこも 10% 前後かかるのと、事業税が 5% なので、合わせてマックス所得税は 60% の税金がかかる。というふうに思ってください。で、一番低い場合ですね、一番低いダウンの場合はですね、ここになります。所得が195万円以下は税率 5%、まあ、旧消費税ぐらいですね。と、一番低い場合で所得税が 5% と、住民税が 10% ほどかかるので、そちら一応低い場合で 15% ぐらいだと思ってください。例えばですけど、所得金額が700万円の場合ですね、700万円のとこがどこかって言いますと、なので700万円はここになるので、じゃあ税率がいくらかっていうと 23% になります。税金を計算するときは、ですので700万円かける 0.23 をかけていただいて、ここに控除額っていうのがある。その636,000円、これ決まってます。で、これを引いていただいた金額がこの方の所得税、97万4,000円が所得税になるっていうふうに計算をしていきます。で、法人税と所得税の仕組みについて、それぞれざっくりと税金額を説明いたしました。それではそれぞれ法人のメリット、デメリット、個人自営業のメリット、デメリットについて見ていきたいと思います。まず法人のメリット、デメリットですね。まずメリットです。社会的信用度が高いというのが一番の最大のメリットだったら個人的私は思っております。次に自分の給料が経費になります。これは役員報酬という形で会社から自分の社長に対しての給料を払うんですけど、それが経費になります。あと消費税の節税ができるケースがあります。法人を設立し直すと消費税がまた免税事業者になる場合があるんですね。消費税が2年間節税になるという方が多いというので、それが消費税の分節税につながるということです。デメリットはこちらですね、設立費用がかかるということです。法人を立ち上げるときには登記をしないといけないんです。登録料がかかりますので、そちらの方合わせて大体30万円前後かかるということで、設立費用がかかるというのがデメリットです。あと決算が複雑です。法人税の申告書を作ろうと思うとかなりハードルが高いです。なので税理士報酬がやはりかかってしまうということがデメリット。
リットですね。あと経理のルールが厳しい、まあ、事業に比べたらです厳しいという点があります。あと役員報酬、自分の給料が経費になると先ほど言いましたけど、この役員報酬自体に今度所得税がかかるんですね。法人税プラス役員報酬の所得税両方ダブルでかかるというのもデメリットの一つに挙げておきます。会社は赤字でも税金がかかります。はい、それでは次に個人事業のメリットとデメリットについて紹介します。まずメリットはですね、自由度が高いということで、まあ、小回りが利くということですね。あと経理を自分でできる、実際自分でやられてる方多いんじゃないでしょうか。経理を自分でしている、確定申告まで自分でできる方もいますので、メリットとしては経理が自分でできる。で、先ほどね、法人の場合は赤字の場合でも最低限税金かかりますと言いましたけど、個人事業、自営業の場合は赤字の場合は税金はゼロになります。で、開業費用なしっていうのは、設立は開業届等は無料でできますので、開業の費用はかからない。もちろんね、開業するために必要なものを買ったりするので、その費用はかかるんですけども、開業する届出自体に費用がかからないということです。そしてデメリットです。法人に比べたらやはり信用度は低いです。あと、ご自分の給料は経費にはすることはできません。ここはデメリットの点だと思います。はい、それでは皆さん気になる、じゃあ法人化のタイミングっていつにしたらいいんですかと思うんですけど、まず一つ目ですの条件ですね、これは利益があり好調であることです。あと二つ目は信用のために法人化するタイミング、それはどういうことかと言いますと、取引先が法人じゃないと仕事を依頼できない、自営業とは取引一切しませんとか、まあ、法人化してくれないと困るって相手から言われた場合は、信用のためにね、最初から法人化でスタートするっていうケースもあります。あと3つ目ですね、節税のためです。先ほども言いましたけど、法人税と所得税を見ていただけると分かるので、もう一回ちょっとね、資料戻りたいと思います。法人税の仕組みってこうでしたよね。ここですよね、15から 23% 部分。そうすると 35% のタイミングと、あと所得税ですよね、所得税のマックスも 60% だと、所得税の税金よりも法人税の税金の方が安くなるタイミング、ひっくり返るタイミングがあるんですね。所得税がこの 5%、10%、20% ぐらいの間ですと、所得税の方がお得になるんですけど、この辺ですね、23%、まあ、33% ぐらいですかね、この900万円から利益が1800万円ぐらい出てくると、税率が 33% になりますので、法人税でいうここのマックスの 35% と、まあ、同じぐらい、もしくは、ひっくり返るっていう可能性がありますので、その所得税と法人税の税率がこうひっくり返るタイミングを受けたときに法人化を検討するという方が多いです。あと先ほど少し紹介しましたけど、消費税のためですね。消費税が法人化しますとまた2年間免税になるっていう方が多いので、消費税の節税と、あと言ったように所得税、法人税の税率がひっくり返るタイミング、このようなものを判断して法人化に切り替えるっていう方が多い気がします。はい、それでは最後注意点なんですけども、まあ、だから税金だけで判断せずに自分のビジネスをいつのタイミングで大きくしていきたいのかとか、その税金だけで判断せず自分のビジネスをトータルで見て法人化の方は検討していただくのが本当はベストだと思います。税金も考慮して他の自分のビジネスも外から見てどうなのかを判断して法人化する方がいいと思います。あとね、最初に言いましたけど、個人的見解なんですが、私事業専門の税理士としてやってるので、やっぱり自営業が好きなんですよ。なんでかっていうと、やはり小回りが効きますし、自由度が高い。あと副業やフリーランスしながら自営業ってできるんですよね。だから会社員しながら週末に起業するとか、昼間会社員してるんですけど、夜だけ自分のお店を持っているとかいう風に自由度が高いんですよね。あとはスモールビジネス、小さくても強いお店を作り込むことができたりとか、あとニッチな、サービスとかブルーオーシャンの向きのサービスができるのが自営業なんですね。だから私は個人的に自営業の人が好きなので、自営業の人をサポートしたいということで、個人事業専門で税理士として活動をしているということです。自営業として税理士事務所を運営しておりますですね。私オンラインサロンの方を運営してまして、税理士川見奈美の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につける月額制の完全会員制 Facebook の非公開グループで運営をしております。メルマガが読めるという感じですね。税金や経理やビジネス情報を毎日、平日毎日投稿してますので、月にすると20本前後の、情報が読める。で、その中でメンバーさん、サロンメンバーさんは相談や質問が OK です。あと定期的に Zoom 会議というものをしておりまして、顧問料に比べたら本当に圧倒的に安い料金でやっておりますので、気になる方は概要欄に URL を貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてます。あと高評価ボタン、グッドボタンもぜひぜひお願いします。はい、それでは今日の動画は以上になります。税理士川見奈美でした。またの動画でお会いしましょう。またね。